ブルース・プリチャードは、アメリカ合衆国のプロレス関係者、テキサス州パサデナ出身。元 WWF 世界択王者ドクター、トム・プリチャードの実定だが、ブルースは、プロレスラーではない。ブラザーラブの変名で知られ、1980年代末から1990年代初頭に、かけて、WWF にて、ヒールのインタビュアーやコメンテーターを担当。 以降は2008年まで WWE のブッキングコンサルタントとしてストーリーラインの構成を手掛けた。近年はインディー団体のプロデューサーとして活動している。テキサス州ヒューストンのプロモーターだったポール・ボウシュのオフィスにてリングアナウンサーとしてプロレス業界でのキャリアをスタートさせる。時売りレフェリーも務め、ボウシュと提携していた。 ビル・ワットの UWF でも働いていたが、1980年代後半、ボーシュがヒューストンのテリトリーをビンス・マクマホンに売却したことにより、WWF に活動の場を移した。1988年6月より、テレビ電動詞をデフォルメしたヒールのキャラクター、ブラザー・ラブとして WWF に登場。オールバックにメガネ。 白スーツとネクタイに赤いシャツというスタイルで番組のホストを務めザ・ブラザーラブショーなるインタビューコーナーも担当ヒール陣営を賛美する一方でハルク・ホーガンをはじめとするベビーフェイスのゲストを苦労して観客のブーイングを煽り最後にはベビーフェイスに叩きのめされるというパターンで会場を沸かせたその弁舌を生かし1990年秋に WWF にデビューしたジ・アンダーテイカーの初期のマネージャーも担当している。1992年に一時 WWF を離れてテキサスに戻り、ダラスのインディー団体 GWF での活動を経て、1993年より WWF に復帰。パッド・パターソンやジャック・ランザーの下でブッキング業務に携わり、イコークリエイティブチームの重要メンバーとなって、 WWE の流星を支えた。ブラザーラブのギミックも時折復活させ、2001年4月1日のレッスルマニア X7 ではレスラー経験がないにもかかわらず選手として白スーツ姿でギミックバトルロイヤルに出場した。2003年2月6日放送のスマックダウンでは久々にアンダーテイカーと開口、当時アンダーテイカーと構想していたビッグショーからの贈り物として 巨大な箱の中から登場し、自身が初代マネージャーであったことを恩気せがましくアピールしたが、チョークスラムとツームストーンパイルドライバーで越されている。以降もスマックダウンのライターを担当していたが、2008年12月1日、ステファニー・マクマホンによって WWE を解雇された。 ビンスマクマホンのイエスマンとしてネガティブなイメージを持たれていたことに加え、スタンフォード本社でのミーティングにほとんど出席しなくなるなど、勤務態度の悪化が原因とされている。2010年10月、バックステージのエージェント兼プロデューサーとして、ティネと契約、2013年7月に解雇された後、2017年3月より復職した。 2018年1月22日、ニューヨークで開催された RAW の25周年記念大会において10年ぶりに WWE へ登場。同年3月からは MLW のシニアプロデューサーとして活動していたが、2019年10月、エリック・ビショフの後任として、スマックダウンのエグゼクティブディレクターに就任、WWE のクリエイティブチームに復帰した。 ありがとうございます。